矢田部です。こんにちは、浜岡です。今日はですね、シュートを強く打つための、練習方法、まあ一人でできるぞっていうところですね、っていうのをやろうと思います。用意するのはマーカーコーン。さあ、矢田部はジグザグドリブル批判的ですけど。批判してるんですか？そう、だって足元は見るわ、ジグザグさ、あのワンパターンのリズム感になるわで、ね、やめとけと。やめとけと散々言ってるんですよ。ジグザグドリブル世界はやらないと。やらない、やらないですよ。だから散々言ってるんだけど、今日はやります。これだけはしょうがない、やった方がいいと思ってるやつね、やりますので、お見逃しないようにと、はい、ではですね、あら、いいお手本出しちゃっていいのかな。君今日やったばっかりおいでよ。お父さんに出演 OK かどうか聞いてこい。お父さんに出演 OK か聞いてこい。今交渉出演中ですね。事務所 OK かどうかね。 OK? OK です。はい、でじゃあこっち来て、じゃあ彼でね、ね、実際に打ってみると。これあの北さんでもちょっとやってんだけど、あっちで、ただ北さんでやってるやつ、あれ北さんは口頭で直ったがいいんですけど、これをね、小中学生とかだったらどうやって直すかっていうところを、そこにスポットライト当ててやっていくと。じゃあここで、はい、そっち行って、ワンツーで、はい、ここでインサイドアウトでシュート、ここですよね。はい、もう一回。インサイドアウトシュート。なんで上手くない、逆にポスター当てんの。え、俺にそんなドヤ顔してるわけじゃん。カメラに向かってドヤ顔しろよ、せめて。ここですね。ボールちょうだい。この形、今いいシュートですね。今いいシュートで、これで何なのかっていうと、この間北さんでやったのは、ボールここで取った時にちゃんと自分の角度と距離にね、ちゃんと転がせてるかな、それからシュートを打とうって話やったんですよ。で、今日はこれをね、大体みんなダメなのが、ここのアウトサイドが苦手だと。転がすとこできない子多いんだよね。ね、だからここをどうやって改善するか、ちょっと前置きだいぶ長いけどね、やっていくと。で、そのためにはまずは、ハマさんの足で一歩ぐらいかな。ちょっと待って、そんな短くないよ。え、大丈夫？ハマさんの足で一歩ぐらいで、これをハマさん行く？いや俺やんの？あ、じゃあ、はい、じゃあこれだ。アウトイン、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 アウトで転がしてシュートっていうところですね。はい、どうぞ。アウトイン、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 アウトでシュート。ああ、いいシュート、素晴らしいですね。アウトイン、アウトイン、アウトイン、アウト。ほら、危ないよ。ドン、ちょっとグダグダになっから、ちゃんとやって、台無しになっから。はい、アウトイン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 、アウト、シュート。グダグダになるって頼むよ。ほら、ボール取ってこいって。あの、技術的なとこ入んねえから、そうずっと。そう、もう一回、もう一回、あの、中身入ってこなくなっちゃうから、マジで。アウトイン、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 アウトからのシュート。そういいよ。アウトイン、アウトイン、アウトイン、アウトからのシュート。はい、ここですね。で、ちょっとすごいポイントが、日本中でやらかしてるのが、アウト大体使えない理由が、アウトイーンでここで転がして触るだけ、イーンでアウト触るだけ、イーンで触るだけ、こればっかりやってるから、いざね、アウトでインで止めて、ここ出ろってのはできない子が多い。転がせない、転がせない、転がせない。ちょっと浜さんもやってみようよ。ほらね、うまい人のは取っといて。
からのシュートですよね。だからこれ対処できないよっていう場合は何するかっていうとね、このマーカーの横、ここを目指してボールを運ぶので、ね、ここで踏んで両足ジャンプ、踏んで両足ジャンプ、踏んで両足ジャンプ、踏んで両足ジャンプと。どうぞ。はい。踏んで、そう。そう。お、いいですね。はい。これだったら石ですでもできるよね。ね。っていう形を使って、はい、ボールを、ね、はめてみると、ここで、こんな感じですよね。レベルを上げるためにはもう一個やるとしたら、ここで、ちょっと添えてあげると。こんな感じ。そうすると大体人間の幅になりますよね。もっとでかい人と戦いたかったら、もっと広げればいい話。はい、じゃあこれでやってみようか。シュート。はい、どうぞ。ね、ここでビビって失敗してもやるっていうのは大事です。いいよ、はい、どんどんやって。今できなくてもできるようになっちゃったら、そんな過去の話なんで、しっかりと失敗してもいいから、ね、ちゃんと止めて、出す足。足広げる。はい、どうぞ、はい。足広げる。広げる。はい、広げる。広げるよ、そう。広げるからのシュート。これは繰り返しやると。それだけでシュート良くなるよね。ね、自分が思った形でシュート打てる形でできるかどうか。これは非常に重要なところなので、ぜひ、その辺は、やってみてほしいと思います。ね、これもチームでもいけるでしょ。一人でもできる。一人でもできるよね。こういう反復練習をやってほしいと思います。ということで、チャンネル登録、お願いします。